屋に鍵がかかってある。おい、死亡推定時刻は？はい、つい宣告、まだ5分も経ってないようです。そうか、出来たてのほっかほかか。ボス、本庁から応援でーす。応援？世界征服のヒロト征服は私のスローガン。魔法少女ファンキーコニー。世界の校則守るため日夜活動を続けます。魔法少女ラブミーエイミー。なんで魔法少女が出てくるんだ。本庁は何を考えてるんだ。私だって知らないわよ。そんなことどうでもいいじゃないの。ヒロト仕事中はよせ。早速ですがお二人に事件について説明させていただきます。被害者の名前は魔法少女プリティサミー。このアニメの主人公です。第一発見者は両王旗、サミーのペットだと思われます。犯行についての動機などはまだ分かっていません。なるほど、大雑把なところは分かったです。犯行現場は密室だったのよね。はい、この作品は社内犯ですから間違いありません。そこから導き出される答えは一つです。そう、犯人はこの中にいる。なんでだ。誰もいない部屋で人が死ぬわけないです。つまりこの中の誰かが殺したってこと。そんなこともわかんないの、ボス。仕事中は離れろ。改めて申し上げます、魔法少女プリティサミーを殺した犯人は。だいたいなんで私がサミーを殺さなきゃなんないのよ。私だって。動機、コニーの場合サミーの人気が妬ましい。動機、エイミーの場合毎度の騒動が校則違反の種。ほら、やっぱりあなたこそ。こうなったら力ずくで勝負よ。望むところよ。ハッラッキーランチキークラッシュ。ラビミーブルルアタック。あやっ。チンチロリング、チャンチャラリンじゃない。あんたこそチョンチョラリンよ、チンチロリンじゃないの。あら、そんなもんじゃないわよ。私だってもっとすごいのよ。まあ、チャンチャラおかしいわ。うん、チンチロリンはサイコロ3つ使うものよ。ボンゴザはサイコロ2つだわよ。ボンゴロよりはパスタが好きよ。パンダなんて嫌いよ、カラーの意味ないじゃない。カラー